どうもライパッチです。私最近打撃好調でございます。先日行われました品川 OB クラブ3、相手は18歳という若いピッチャー。1打席目はまっすぐ山張りでカーブで三振しております。この2打席目の初球、カットボールで入ってきます。低めに外れてワンボール。まっすぐ系の動く球で打ち取りに来るだろうそう思った2球目、甘く入ってきたカットボールでした。完璧に捉えてレフトへの弾丸ライナー。レフトのグラブを弾き一気に二塁を狙います。がしかしまさかの二塁でアウトになってしまいました。せっかく打ったのに非常に情けない。はい、ご覧の通り気づいている方もいらっしゃるかと思いますが、私太ってしまい足が遅くなってしまいました。思えば1年前 YouTube を始めた頃はなかなかキレキレの動きでした。さらに半年前もこのライト前の打球に対し素早くダッシュしキャッチとなかなか動けております。しかし最近ではこの兄貴が投げている時の同じくライト前のこの打球に対し、やはり太りすぎで足が動かなくなったためか打球に追いつけなくなってしまいました。というわけで先日徳さんにこんなところに連れて行かれました。本日は普段から、兄貴が、筋トレに来ているゴールドジム、そうですね、しかも新しくできたアネックス、はい、そうですというところに来ました。はい、すごいビューです。お、何やらね、ここにはね、いいマシン、そしていいレッスンがあるということで、はい、ライパチのダイエット企画には最適かと思って、俺来たことないんだけど痩せる痩せる、はい、早速中行ってやろうよそうですか、すごいらしいよ。本当おーってやってなんですか、行こう中、はい、はい、パッチ、はい、来ました、はい、グルーブゾーン、はい、というところ、yes. 今全米で大ヒットのスピニングエクササイズらしいよ。あ、うん、これはちょっとめっちゃこぐらしいから、うん、早速いきますか、グルーブゾーン、はい、やろう。スピニングエクササイズ、強制的に連れてこられたこのグルーブゾーン。ちなみにグルーブはリズム、ゾーンはいわゆるアスリートが集中した状態、そんな環境だそうです。ゾーンには入りたい。中にはこのようにバイクがたくさん設置してありました。あのダルビッシュ投手も使っていたそうです。そして何やら爆音でテンションを上げる感じです。さらに暗闇でエクササイズするのが今回のトレーニング。お疲れでした。お疲れ。すごかったね。想像よりもプロプロしてますもん、なんなら。すごかった。あのね、楽しいわ。確かにね。うん、これさ、はい、あの辛さの中に、はい、あの楽しさあるから、多分いけんじゃない。やりきれますね、なんとかね、うん。いけると思うわ。はい、これでパッチはずっとやりながら、はい、ダイエットをしていこう。はい、うん、本当に痩せないよお前、本当に。ダイエットはともかくちょっとさ、いやともかくじゃないでしょ、痩せなきゃ。ちょっと待って、違う痩せない、向こう向こう向こう、いや
背番号 3? なんかめっちゃうろうろしてる人、あれ背番号3のあの風え、いや、でしょ、考えられないでしょ、それ以外。あ、え、トレーニング日ハム決まったからプロに向けてトレーニングやるのかな。来たよ、来た。なんかオーラはあんまないでバッと持ってますよ。なんか危ない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 。果たして本当に7球団が競合したあの男なのか。清宮選手です。あ、はじめまして、はい、リトル清宮ですそうですよね、ちょっと、はい、確かにスケールが、しかも普通ジムにユニフォームで来ないもん、はい、今日あれですか、グループゾーン今日、はい、ちょっと、トレーニングし、なるほど、山口に入るから、はい、ちょっとプロに向けて行動心理テストに割り合わせないといけない、恋愛も禁止ですもんね、はい、恋愛なるほどなるほどふだんジムとか来られるんですか。普段ゴールドジムで。あ、そうなんですね、もともと。もともと、はい、そうなんです。じゃあ、意外と楽勝だったり。いや、僕肉離れして全然有酸素運動してないんでモノマネでなぜ肉離れするのか謎な気もしますが、まもなくスタートです。いつまで笑顔でいられるか注目です。若干憂鬱なリトル清宮さん、果たしてどんなトレーニングになるんだろうか。それでは TSI という番組スタートです。リトル清宮さん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたか。だいぶサボりましたね。サボるバレないようにずるいですね。サボる技術を覚えて、はい、バレないようにサボってました。ちょいちょいサボられたそうです照明がいい感じで暗くなったりするので、そのタイミングで時間で回転数落として、そういうのすごい。やっぱりプロ野球選手143試合あるでしょ、はい、やっぱさ、毎試合全力じゃ、はい、一流選手はできないんだって、はい、そんな話聞いたことある、はい、あ、抜くときは抜いて、行くときは行くんですよね。そうそう、あ、なるほどね。即実践、すでにもう身についてる、もうすでに、はい、プロでの、はい、生き方が、プロでの生き方が身についてる、はい、でも出ないですよねあ、大事なもの、大事なもの商売の方で完全に忘れてる。いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お活躍を祈っております。はい、頑張ります。ありがとうございます。これから本気でダイエット頑張ります。11月プレゼント企画やってます。まずは兄貴も気に入ったアディダスピッチャー用軟式グラブ、 Z さんのブラックキャノン Z2、 私もこのバットでかっ飛ばしました。さらにレボルタイガーハイパーウィップ MQ 対応の新バット、続いてワールドペガサス内野手用、続いてベルトコアエナジー、いずれも11月末までのチャンネル登録で当たります。お待ちしてます。